鏡王女は、アスカ時代の歌人、藤原鎌たりの精細、万葉集では、鏡王女、日本書紀では、鏡姫王君と記されている。幸福寺演技、演技式では、鏡女王。幸福寺演技では、藤原不妃との聖母。また、口述するが、鏡王女と鏡姫王君を別人とする説もある。蘇生は謎に包まれており、ヌカ王の姉という説があるが、 日本初期等には二人が姉妹だという記述はなく、確証はない。しかし、ぬかた王の父、鏡王との血縁関係はなかったとしても、同じ、鏡という名がついていることから、同じく鏡を作る士族に養育された可能性はある。また、鏡王女には、女名天皇の王女内し公孫だという説もある。はじめ、天智天皇の日だったが、後に、藤原鎌足の制裁となる。 鎌谷の病気兵与を祈り、天智天皇八年に山品寺を建立した。日本初期の天武天皇十二年七月の皇に、貴中、天皇、京姫王君の家に幸いして、病を、人浸もう。かのえ虎に、鏡姫王君公せぬとあり、四日、天武天皇が見舞いに来たが、その翌日の天武天皇十二年七月五日に、死去した。鏡女王押し酒 万葉集には四種の歌が収録されている。天智天皇、ぬかたの王、藤原鎌たりとの歌の問答が残されている。神奈美の岩瀬の社の呼ぶことり痛くな、泣きそわが恋まさるは、神奈美の岩瀬の社の呼ぶことりを、そんなに激しく泣かないでおくれ。私の恋しい思いが募るばかりだからという意味である。この歌は、鏡王女が鎌たりの死後、 彼を思って作った歌だという説がある。なお、現在、墓書に否定されているのは、奈良県桜井市にある、小墳宮で、除名天皇陵の近所にあり、丹山神社の管理となっている。ただし、上記は、万葉集の鏡王女、日本初期の鏡姫王、縁技式の鏡女王のすべてが同一人物とする場合であり、口の説のように、 万葉集、幸福寺演技から類推されるはじめ、天智天皇の日でちに、藤原鎌たりの妻となったと、鏡王女と、日本初期演技式から類推される、女名天皇の近親の鏡姫王君は別人である、という説もある。直木光次郎の書籍、ぬかたおによれば、当時名文法にはないが言うまでもない事実として、女王をめとれるのは王に限るという規則があり、 そのためいくら鎌谷が有力者であろうとも、女王をめとれるわけがない。後世の創作であろうとした上で、鏡王女は、鏡女王とは記載されないことから、鏡王の娘と読むのが正しく、ぬかた王のことであろうとしている。また万葉集にある鎌谷の妻どいの歌は、余興の上の冗談であり、ぬかた王の変化は、王族でないものに冗談とは言い寄られ、怒っているそうである。 ありがとうございます。